さんこんばんは。ワードブッドのコケでーす。今入ってきました。ただいま。ね。今餌を食べました。食べたでしょ。ちょっと違う。な。食べたでしょ。足で描いてる頭をね、すごいね、ヨガみたいだね。頭かゆい。昨日お風呂入ったんですけどね、洗い足りなかったかな。ね、あるかな、お風呂まだな、ちょっと。ね。はい。お風呂嫌なんだね、ちょっと見ます。またいつものゲージかじりしてますね。歯が痒そう。歯
あってどうしたらいいんだろう。これなんか磨いてあげたりとかした方がいいんですかね。ちょっとその辺ね、どうしていいか分かんなくて。そうだな。かゆいとこ、肩の辺とかちょっとね、引っかいてかゆそうですね。ポリポリしながら落ちちゃうよ。まあまあ不器用だからね。お猿さんなのにちょっと不器用なんですよ。ね、よくゲージから落ちるもんね。落ちるもんね。今度はね、あの天気のいい日に外出して、動画つけてね、散歩に連れて行ってるところを動画であげたいんですけど、ちょっと最近ね、天気が微妙っすよね。寒かったり、暑かったり、ちょっとまあ仕事の都合で外出れなかったり、ね、今日なんか風強かったね、ちょこね。ね。まあ、家にいると関係ねえか。ねえ。出てくる方が多くなっちゃったね。退屈なのかな。ずっとねこの中にいるとね、もっと君が遊べるようなね、なんだ作ってあげなきゃ、買ってきてあげなきゃダメだな。何がいいんだろう。何がいいですかね。ぜひね教えていただけたら、こんなのいいよとかね。しました。なんか噛みついてごまかしてます。ちょっと油断したねちゃんね。猿も木から落ちるね。木じゃねえけどね。猿も檻から落ちますよね。この布団というかベッドというか、これもねちょっと汚れてきちゃったので買ってあげなければいいな。
ねちょっとね、こんな感じで今日は、ね、今日はというか今日もチョコのね動画をアップしてみました。皆さん YouTube チャンネル登録よろしくお願いいたします。またねー。